反ヘリウムは、反物質で構成される元素の一種。元素記号は HE。原子番号はマイナス2。通常のヘリウム原子核は、陽子と中性子から構成されるのに対し、反ヘリウム原子核は、反陽子と反中性子から構成される。今のところ原子核のみが合成されているのみで、陽電子が原子核の周りを回る原子の状態のものは、見つかっていない。 3HE は1970年代に合成された。2011年4月、ベイブルックヘブン国立研究所の実験により 4HE が合成された。10億回の金原子核の衝突によって生じた5000億個の家電粒子の軌跡を調べたところ、その中で18個がハンヘリウム原子核と思われる軌跡であった。ハンヘリウムは2016年現在、 人類が手にすることのできる最も重い反物質であると思われている。これ以上重い半減資格は何らかの偶然を除けば生成確率が非常に低く、例えば次に重い反リチウムが今回の実験で使用された加速器によって生成される確率は反ヘリウムの場合の1200万と考えられている。アンティヒーリアム -3 プロダクションインリード。 リードコリジョンズアット 158A ジェブ、シーハット、リックフィシシスツ、ナブニューレコード4ヘビストアンティーマター、ハットアンチ、ヘリウムディスカバードインレラティブスティック、ヘビーイオンカライダーエクスペリメント。ありがとうございます。